水通り側のエリアではこの後阿波踊り教室を開催したいと思います。踊ってみたいなと思われる方はどうぞ小屋橋通り側の沿岸にお越しください。ご来場の皆様にお願いします。現在阿波踊りは3エリアに分かれまして、見踊りをご披露しております。中央ではブラックで、そしてこれから平和橋通り側にて阿波踊り教室を開催します。本日お越しのお客様はとても喜んでいます。阿波踊り大変な教えていただくということですので、踊ってみたい方はどうぞ平和橋通り側のエリアにお越しください。Thank you.
中央エリア、ブランデンの皆様、ありがとうございました。